皆さん、本日はネットフリー社長の佐藤修です。これまでこの、サブチャンネルでは、障害をテーマに、さまざまな話をしてきたんですけど、障害といってもね、いろんな障害があると思うんです。それで僕みたいに、こうやって、寝たままの体制で、過ごしている人って、あの人って障害があるんだなっていうふうに分かりやすいと思うんですけど、でも世の中には見た目ではなかなか分からない障害だったり、難病を抱えている方も、大勢いらっしゃいます。それで今回は岐阜県の、とある、難病を抱えながら大変活躍されている、女性の方と、対談をさせていただくんですけど、何でもね、その方岐阜県のご当地タレントもされているということで、僕も実際に、お話しするのは初めてなので、とても楽しみにしているんですけど、皆さんもしよかったらぜひご覧ください。はい、では改めまして、こんにちは。こんにちは。本日は大変、お忙しい中、サブチャンネルに、ご出演いただかれたことで、本当にありがとうございます。こちらこそです。ずっと拝見しておりました、ご活躍を。ありがとうございます。嬉しいです。塚本さんとは、出会いのきっかけは、Facebook、だったんですけど、はい、YouTube をご覧になれてる方々に、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はい、私は3つの難病を抱えながら岐阜でご当地タレントモデルとして活動しております、塚本あかりと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。今その、3つの難病を、抱えていらっしゃるっていうふうに伺ったんですけど、はい、最初にどういった難病なんでしょうか。はい、3つありまして、1つ目が筋痛性脳脊髄炎といって、健康だった人が急に原因不明の極度の倦怠感に襲われて、それが6ヶ月以上続くという病気です。はい、原因不明なのでとても困ってしまって、日常に生活をに支障をきたすという病気です。はい、すいません、猫が鳴いていますね。聞こえます？大丈夫？はい、猫ちゃんを、猫ちゃんを飼われてるんですね。ああ、そうなんですよ、猫2匹いまして、ちょっと一応外に出してるんですけど大丈夫かな。はい、大丈夫。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、わかりました。喋ります。はい、で、2つ目が繊維筋痛症といって、全身が24時間痛いという病気です。はい、で、私は痛みをこう和らげるために週に2回ペインクリニックという麻酔科ですね、はい、に通って1回通院するときに、もう全身に40箇所に痛み止めの麻酔注射を打って、はい、約3時間ぐらい和らいで、それが私の至福の時間で、やっと寝れるっていう感じで、暮らしています。そして3つ目が、脳脊髄液減少症といって、脳脊髄液が硬膜から漏れてしまって、脳が沈むっていう病気なので、普通に歩けたり立ったりできるんですけど、頭や背を長時間上げ続けることができなくてですね、はい、それを限界を超えると失神してしまったりするので、今はこうやって家では横になっていて、はい、外出するときはリクライニング式の背もたれがねあるタイプで外出したりしています。はい、そんな感じです。はい。ね、ちょっと僕自身も、はい、重度の障害者で、うん、こうやって、寝たままの体制でね、過ごしているんですけど、はい。塚本さんは、今ね、3つ、抱えていらっしゃる
難病を、はい、ね、いただいたと思うんですけど、うん、難病っていうのは、はい、先天性のものなんですか？これがですね、先天性ではなくって、高校2年生の春に発症しまして、突然。はい、それまでは本当に元気いっぱいのいろんなことにも挑戦したがりで、親振り回すぐらいな、いろんな活動的な子供だったんですが、はいはい、突然テスト中に、調子が悪くなってしまって、そこからもう人生がガラッと変わってしまった感じですね。なので、そこで病気を発症しました。じゃあ、高校2年生までは、もう特にその体にその症状があったりとか、はい、違和感があったりとか、そういうものではなかったんですね。はい、違います。じゃあその最初にどのあたりに違和感というか、うん、おかしいなっていうふうに思われたんですか？そうですね、そのちょうど体調が悪くなったのがテストの日で、はい、朝からもうだるいな、これ風邪っぽいなっていうのは思っていたんですが、もうテストの日ってやっぱり絶対に出なきゃっていう思ってたので、頑張って出たんですけど、そこでもう頭が真っ白というか目の前が真っ白になって動けなくなって、机に突っ伏して担架で運ばれるっていう感じですね。なので一番最初といったら、もう多分皆さんも感じたことがあるくらいの風邪とか高熱が出る時の倦怠感とかがありました。なるほど。じゃあ最初はその、じゃあ最初は風邪なのかなっていうふうに思ったんですか？うん、そうです。もう本当に私自身もちょっと疲れた風邪ぐらいなのかなって思って、で体調が悪かったので、そのまま、近所の病院クリニックとかに行ったんですけど、はい、風邪かなって言われて終わって、それがそんなに長く続くと思わなかったので、私も体調が良くなればすぐ回復するのかなって思っていたら、はい、その極度の倦怠感というか、簡単に表してみたら、皆さんがこうインフルエンザにかかった時ってすっごいだるかったりとか、ブシブシ痛かったりとか、もう動けないって感じだと思うんですけど、それが24時間続く感じがその日から始まりました。なるほど。じゃあそのね、じゃあもともとそのね、高校2年生までは普通に過ごしていらっしゃったということで、もちろんその高校も、はい、特別支援学校とかではなくて、一般の高校だったと思うんですけど、はい、そうです。今みたいな症状、例えば熱が出たとか、悔やがってるのがすごいしんどくなってしまうっていう状況になった時に、その学校側ってその理解というか配慮っていうのはしてくれたんですか？はい、まずはやっぱり最初体調が悪くなっても、診断書という診断書は風邪ぐらいな感じですよね、はい、風邪ぐらいな感じで、それを普通に皆さんもあることで特別なことではないので、さあどうするってなった時に、私が1年半後ぐらいかな、高校3年生の秋にやっと診断書がこうもらえて、筋痛性脳脊髄炎と線維筋痛症っていうのがまず診断されて、その時に学校にこういう風になりましたっていうのを診断書を提出したら、学校が一気に私の卒業に向けて動いてくださって、先生たちがこう集まって会議して、どうやって私を卒業させるかみたいにでくださって、で私の部屋ができたんです。これ本当に特別だと思うんですけど、学校内の相談室っていうところの一角、ありますよね、一角に暖房、冬だったんで暖房とストーブと机、椅子、ベッドが揃った部屋を作ってくださって、私がこうベッドで横になりながら、
毎回その時間に各教科の先生が課題をプリントアウトしてくださって、出したものをこう書いて提出するっていうので単位が取れるようにしてくださったので、私立の学校でもなかったので、普通に公立だったので、すごくあったかい学校に恵まれたなと思っています。ね、それはすごいありがたいですよね。うん。毎日とか。はい。じゃあ学校には毎日通うことはできたんですね。それがですね、そうなんですよね。ほとんどあまり休まなかったんですが、はい、教室に登っていけなくて、そうです。階段に登れなくて、なので、そうなると授業に出てないってことになるので、結果っていう風になって単位が取れないっていう風になったんですね。なので、それはすごい困った部分でありますし、あとは、ですね、毎日、なるべく通えるときは頑張って通って、私が病気になる前は車じゃなくて、普通に電車通学してたんですけど、病気になってからはさすがにもう歩くのもしんどかったので、母にお願いして、母が働きに行く前に学校に送ってってもらって、帰りも迎えに来てもらってっていう、車通学にはなりましたが、もう学校が好きだったので、頑張って学校には行ってました。そうなんです。じゃあ、はい、じゃあその中で高校卒業されて、はい、まあその時は、状況が、3つじゃなくて2つしかわからなかったっていう、そうです、ね、今おっしゃっていたと思うんですけど、でその高校を、卒業した後にまた今から伺いたいなというふうに思うんですけど、はい、主な活動としては岐阜県のご当地タレントっていうことなんですね。はい、はい、この今の状況から、はい、岐阜県の、ご当地タレントをされるまでの経緯、もしよかったら伺っていいですか？はい、高校卒業してからは、大学に受験して合格したんですけど、入学式から体調が悪くいけず、ずっと休学して退学しました。はい、でですね、退学してから、もうする前か、する前から私、病院と家との往復生活して、しかしてなかったので、はい、本当に私って社会の役に何も立ってないなみたいな、病人だなってずっと感じていたんですね。で、病院の先生に身体障害者手帳の申請のことを聞いて、でそれが降りて車椅子が手に入ったんですよ。でそれでやっと外出ができるってなった時に、フリーペーパーを出している岐阜美少女図鑑っていうものがあって、素人の子たちをモデルさんみたいにプロの方がこう綺麗にして撮って、で、それをフリーペーパーにして配布するみたいな、はい、こういうところがあって、で、それに応募して合格させていただきまして、でも、そのフリーペーパーって、そのフリーペーパーになるだけではなくて、他にも岐阜のいろんなイベントに出たりするんですね、そこのモデルさんたちが。で、私も出たいけど、体調的にはそんな元気がないと、はい、なった時に、自分の行ける時間だけでもいいから、その子たちを応援しに行きたいなと思って、イベントに応援しに行ってたんですね。で、柳瀬商店街という岐阜市にあるんですけど、そこでイベントをやっている時に、こう応援に行っていったら、今の事務所の社長でもある佐藤則明さんっていう人が声をかけてくれて、その方は、人々の会っていう岐阜の街づくり団体の代表もしてらして、で、今はもう引退してしまったんですが、柳瀬商店街の非公式キャラクター、ヤナナという、頭が段ボールで、体は人魚という、とっても個性的な
キャラクターなんですけど、その子の、広報スタッフならやれるんじゃないっていうことで、声をかけてくださって、でも広報スタッフって言っても大変だろうと思われるかもしれないんですが、その佐藤代表は私の体調を聞いて、もう私の体調のいい時とかできる時に SNS でヤナナの情報をリサーチしたりだとか、ヤナナのブログに来たコメントを返したりとか、あとはイベントのプレスリリースだったりとか、そういうのをやればいいよって言ってくださったので、まあ、心的負担もなく、で自分が誰かのためだったりとか社会の役に立てるっていうのがすごく嬉しくて、やっと自分になんか役割ができたっていうのがものすごく嬉しかったです。で、そのヤナナが引退してしまうんですよね。引退、そうなんですよ。今いないので、気になった方はぜひ岐阜スペースヤナナで検索してみてください。とっても面白いキャラクターが出てきます。で、そのヤナナの広報をもう終わりになるっていうことで、ヤナナが引退したので、で、さあどうするってなった時に、そのまちづくり団体の代表が芸能事務所を作ってくれて、で大好きな岐阜のご当地タレントとして活動することができました。なので今岐阜のご当地タレントとして活動しながら、ヒサムさんのように地元蟹市のふるさと広報大使だったりとか、岐阜県のこの見た目じゃわからない病気とか障害がある方がね、身につけて配慮を得たりするため の、ヘルプマークの岐阜県のヘルプマーク普及啓発大使だったりとか、主にその岐阜県に関するお仕事をさせていただくようになりました。ありがとうございます。はい、今お話伺いながら思ったんですけど、はい、その塚本さんの最初ね、フリーペーパー見てこれやってみたいなって思ったところから、はい、その塚本さんが一歩踏み出すことに、周りのいろんな人との出会いで、はい、今の、ね、活動に全てつながってるっていう印象を受けたんですけど、まさにそうですよね。そうですね、実際にその一歩がなかったら、今のこのご縁っていうんですかね、ご縁だったり活動だったりお仕事だったり全てなかったので、はい、その一歩が大きかったんですね。今ヒサムさんに言われて気づきましたけど、やっぱりその一歩が踏み出せたのは、リクライニング式の車椅子が手に入ったことがすごく大きくて、なので社会的なこう福祉の支援だったりとかもすごい必要で、そのありがたいなって思いました。で、ね、今そのまあ岐阜県のPR だったり、はい、当時その岐阜県の蟹市です、はい、蟹市です広報大使、はい、で僕はその愛知県の広報大使というところで、生まれ育って、はい、東海市の、こちらは、ふるさと大使っていう名前なんですけど、はい、進めさせていただいて、はい、で僕は塚本さんに伺ってみたいなと思ったのが、はい、どうしても、まあ、障害を持っていたり、うん、難病を抱えている方って、はい、そういうように助かってもらうことがたくさんあると思うんですけど、はい、でもそうやって、塚本さんは岐阜県のためにとか蟹市のために頑張ろうと思って、はい、されているんですけど、はい、でその地元愛っていうのは昔からあったんですか？本当にその通りで、私蟹市で育ってちっちゃい頃は本当近所の田んぼとかに行って、うん、おたまじゃくしすくって、うん、勝手に持って帰ってきて100匹勝手に取って帰って
ってきて、それを全部育て上げて、はい、カエルに返して、あの、田んぼに戻すとか。あ、女の子ですよね。あ、もう、ほんとそうなんですよ。女の子です。あとは、ザリガニ釣りしたりとか、もう、そう、蟹市の自然豊かなところですっごい、こう、いろいろ、今よりもさらに、昔だと空き地とかがあったので、そこでバドミントンしたりとか、もうすごいバッタ捕まえたり、はい、今もイナゴとかのつくなに大好きですし。そうなんですね。そうなんです。だからもうちっちゃい頃から蟹市で育って、地元ってすごいいいなって、まあ子供の時はそのぐらいだったんですけど、成長していくにあたって、あれ自分が知らない、多分、ヒサムさんもそうだと思うんですけど、大人になっても、あれ自分が知らないことが街にいっぱいあるぞって思いますね。ありますよね。ですよね。それが面白くって、今も昔も大好きです。じゃあ、その、ね、大好きな、ね、蟹市や、岐阜県が、ね、TR する役割を持てるようになったっていうのはね、多分すごい塚本さんの中で、ね、多分喜びを感じられてると思うんですけど、はい。あと僕あと、ま、何個か伺いたいことがあって、はい。あの、ま、SNS で、ね、はい。いろんな、情報発信は拝見させていただいてるんですけど、ありがとうございます。特に、その、ミスユニバース、日本っていうものに選ばれて見えましたよね。そうなんですよ。あの2018かな8年とか7年にミスユニバースジャパンの岐阜県の大会の方に出場して、セミファイナルから進んでファイナリストまで行ってウェブ賞っていう SNS 投票が多かった人に贈られる賞をいただいたんですけど、今この YouTube の動画で、はいね、動画を流させていただいている画面だと思うんですけど、はい、全くその難病というのを感じさせないお姿ですよね。ありがとうございます。なんかそこまでできたのもあの普通の人とは違っていて、やっぱりその事務局側の理解、病気への理解だったりとか、配慮で、ああいう大会とかに出れて、あの、ビューティーキャンプっていう練習する時期があるんですね。そういう時期も、皆さん机に座ってこうペンを取ってこう書いたりしてるのを、私はマットを引いて床に、横に、もうこのまんまですよね。こうやって横になったまま、あのメモをさせてもらったりとか、それを許してもらったので、はい、でステージの時もステージ横であのマットを引かせていただくスペースとかを作っていただいたりして、それで出ることができて、ただなんか病気は理解しているけれど、あの自分でお願いしなきゃいけないこととかは周りの人にちゃんと自分の口から説明したりして話すんだよっていうことを言われていて、はい、その初めて親と長い時間、そのビューティーキャンプの時間とかも離れたりしたので、なんか自主性、自分で、こう、病気を相手にしっかりと伝えて、理解を得て、歩んでいくっていうのを、すごい、あの、自分で勉強させて、自分で経験して、皆さんに勉強させてもらった時期かなって思います。でも本当にその、ね、実際にその僕もインターネットで、映像を見させていただいて、ありがとうございますけど、その最初ね、30分ぐらいもう経ってるだけで体調がね、しんどくなってしまうっていうふうにおっしゃっていたと思うんですけど、うん、じゃあ、 あの皆さんの前に、立って歩いて、スピーチをするっていう場面あったと思うんですけど、はい、もうじゃあ、 あの時間は、もう直前まで体調万全に整えた上で、あれは大体何分ぐらい、ああやって、その、人前で歩いて話してっていう時間があったんですか？
そうなんですよ。隊長はもう本当にあのステージ横で横になって、ステージに出る瞬間だけ立つって感じだったので、ええ、私は頭を上げていられる、一度に頭を上げていられる限度が20分から30分ぐらいなんですね。なので、それも事務局の方とかには伝えてあって、それの時間内だけで収めてもらう感じにしました。はい、なので、それ以上の時間は頭を上げないように考えてくださっていました。全くもそれを感じさせない、もう堂々とした雰囲気というか、ね、立ち振る舞いに、ね、すごい多くの方がね、勇気をもらったのかなっていうふうに思うんですけど、嬉しいです。そのね、そういう、まあ、ミス・ユニバース、グルフであったり、あとはね、そのグルフ界と、谷氏の、はい。まあ、広報大使、はい。もうすごい活動されてるんですけど、また、佐伯君では、こちらはですね、はい、ニュースを見させていただいたんですけど、ありがとうございます。東京オリンピック・パラリンピックの聖火ランナーを務められたっていうニュース、ありがとうございます。いただいて、もうね、本当にすごいなっていうふうに見させていただいていたんですけど、はい、あの聖火ランナーを、されるまでの、まあ、経緯だったり、まあ、どんな思いで、されたかっていう、これもね、今、多分 YouTube 画面では、ね、トーチ持ってる映像が流れているはずなんですけど、はい、ありがとうございます。どうなってそうなったんですか？あ、はい、私自身もともといろんなことに子どもの頃から挑戦したがりで、で、病気になってからはできないことの数を数えないで、今できることの数を数えるようにしたんですね。で、今の私の体調でできることって思って常にこうアンテナを張っていて、そうしたらニュースとかで聖火ランナー募集が始まったみたいな情報を見て、これは応募するしかないって思って、で、障害の有無限らないって書いてあったので、もうぴったりじゃないかということで、応募させていただいて、で、こう、まあ最初は勢いがすごい強かったんですけど、応募するにあたっていろいろ考えて、その中で一番強く思ったのが、やっぱり世界中の方がこう注目するじゃないですか、オリンピック自体も、聖火リレー自体も。なので、私自身、はこう病気や障害とかがある方でもこう当たり前に社会参加できる世の中になるといいなと思っていて、それはそんな簡単なことではないけれど、周りの支援サポートや配慮だったり、そういうことがあれば社会参加できる人たちも世の中にはいるんだよということをお伝えしながら、そういう世の中になってほしいっていう思いだったり祈りを込めて走りたいっていうのを強く思って、で、今年のそうですね、聖火リレーのこうコンセプトが希望の道をつなごうだったので、もうバッチリこう聖火に希望をこう込めて聖火をつなぎたいっていう思いでこうつながせていただきました。ありがとうございます。あ、ちょっと見てもらってもいいですか？はい。トーチあるんですよ。だーん。すごい。それって、はい。もしかしてその、聖火ランナーをされた方のトーチっていう。自分が聖火ランナーで、こう、持って聖火を灯したトーチです。もうそれは一生の、記念ですよね。いや、もう本当にそうなんですよね。だからこれから なんかいろいろお世話になっても、恩返しってこうどうやったらできるのかなってすごい考えたんですけど、こう聖火ランナーにしていただけたことで、これを皆さんにこう持ってもらったりとか、お礼周りに行けるんじゃないかって、やっとなんか恩返しの一つのあのものとしてこう、ね、宝物をいただいたような気持ちになって、これからなので恩返しの旅にこの
聖火のトーチは旅に出ます、こんな感じです。桜の形、すごい一緒だって。そのオリンピック自体も、まあ、自分の国で開催されることって、うん、一生のうちに会ない、うん、そうですよね、っていう真ん中で、うん、その中で、まあ、聖火ランナーとして選ばれて、で特にね、その、まあ、去年や今年っていうのは新型コロナで、まあ、たくさんの方々がそのなかなか思うような生活が送ることができない、その我慢のね年が続いている中で、はい、おそらくその塚本さんの聖火ランナーをね、された姿っていうのは本当にね世界中の人に勇気を与えたのかなっていうふうに思うので、 ありがとうございます。はい、僕も今貴重なものを見せていただいて、あの、コロナウイルスが収まったラムさんのところにぜひトーチ持っていきたいので、ね、いいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。実は僕の父親が、はい、出身がグフなんですよ。だから、子供の頃はよく、まあ、年に1、2回グフに行ってて、あら、まあね、グフは僕も関わりのある県ですよね。ありがとうございます。ぜひぜひまたね。今度は直接お会いさせていただいて、はい、ぜひ、はい、対談させていただけると嬉しい。わあ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ最後に、はい、YouTube をご覧になられている方々に、もしよろしかったらメッセージ、はい、いただいてもよろしいでしょうか。はい、今日はありがとうございました。私は高校生の途中で病気を発症したんですけども、その病気になる前も今も私としては変わっていなくて、ずっと塚本あかりという家の中に病気がこう同居、どっちかというと居候してきた感覚で、なので心の塚本あかりをこう主張したいときは体に負担になっても我慢してもらって外に出かけたりとかで、体を休めるときは病気をこうね優先して休めたりだとか、そういう感じでうまく付き合っています。でこういうふうにいろんな活動ができるのはやっぱり久々さんも言ったようにこう手助け、いろんな方から手助けしていただいて活動ができているので、そういうことに本当に感謝しながら、でも障害だったり病気がある方は絶対世界の中に当たり前にいるので、そういう方々も助け合いながらみんなでお互い様の社会が作れたらいいなと思っているので、これからも久々さんのようにこういっぱい活動をできるように私も頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ね、皆さんにその高井さんの心の部分が伝わったのかなっていうふうに思いますし、僕もすごい力を得もらえる対談となりましたね。 ありがとうございます。本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。どうぞお願いします。お願いします。これからもひさむチャンネル見ます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、本日はグフ編、ご当地タレントの塚本あかりさんとお話をさせていただきました。本当に、力をもらえる、勇気をもらえるお話をたくさん伺えたんですけど、皆さんご覧になりました？東京オリンピック・パラリンピックの聖火ランナーのトーチ、僕も、ま、映像を通して見させていただいて、で実際に聖火ランナーをされた方とね、こうやってお話をさせていただいて、本当にね、いい経験になりました。ぜひね、皆さん、インターネットで、塚本あかりさんのことを調べていただいて、もちろん僕の、住んでいる、愛知県東海市も応援してもらいたいんですけど、ぜひ皆さん、岐阜県の可児市も
応援してもらえたら、嬉しいなというふうに思っています。それではですね、今回のサブチャンネルはこれで終わりたいと思います。今日も皆さんお疲れ様でした。